アイテム番号 SCP-586JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコルすべての SCP-586JP は保管サイト、8123の定期牽制物体保管ユニットに保管されます。活動を停止したすべての SCP-586JP、A 標本は同サイトの冷凍保管ユニットに保存されます。SCP-586JP を扱う実験は SCP-586JP、A とのコミュニケーション手段の確立を目的としたものに優先され、SCP-586JP への破壊や衝撃を伴う実験はセキュリティクリアランスレベル3以上の職員2名の同意が必要です。警察機関へ新たな SCP-586JP 実例の発見が疑われる通報があった場合、調査は財団エージェントに引き継がれます。説明 SCP-586JP は小型のスノーグローブです。現在財団では6個の SCP-586JP が収容されており、それぞれ SCP-586JP、1、6と分類されています。SCP-586JP の内部は未知の成分と推測される透明な液体で満たされています。この液体は口述の SCP-586JP、A の活動状態を維持する役割を持つものと推測されますが、SCP-586JP のガラス面の破損により液体は即座に気化するため研究は停滞しています。それぞれの SCP-586JP の内部に存在する装飾は内容がそれぞれ異なるものの、SCP-586JP、A が1体ずつ存在することが共通しています。SCP-586JP、A は4、12歳の冬木の児童の外見を有する小さな人型実体であり、知性を有し自立行動が可能です。SCP-586JP、A は接触を必要とせず、外傷に対し異常な再生の速さを示します。SCP-586JP を揺さぶる、あるいは外部から衝撃を加えた場合、SCP-586JP、A もその影響を受け、衝撃が激しいものであった場合、内部の装飾や内壁のガラス面への衝突を生じさせます。これにより SCP-586JP、A は激しい苦痛を示しますが、戦術の再生能力により外傷は生じません。SCP-586JP、A は SCP-586JP の外部を知覚することが不可能であり、現在まで外部からのコミュニケーションの試みは全て失敗しています。SCP-586JP のガラス面の破壊により SCP-586JP、A を取り出す試みは、戦術の内部の液体の気化に加え、空気に触れた SCP-586JP、A の即座の活動停止を引き起こしました。取り出された SCP-586JP、A は解剖の結果一般的な人と同一の体内構造を有していることが明らかになっています。すべての SCP-586JP、A は様々な国の不可解な失踪を遂げた児童と同一の外見を有しており、現在すべての SCP-586JP、A の身元が判明しています。現在収容されているそれぞれの SCP-586JP 及び SCP-586JP、A の概略については以下の通りです。SCP-586JP、内部の SCP-586JP、A の分類。SCP-586JP、A の略歴。内部の装飾。SCP-586JP、A の現状。SCP-586JP、1SCP-586JP、A、1。4歳の男性。ブラジルの、編集済み、出身。針葉樹のミニチュアが1本のみ。鎮静。ほとんどの時間を横たわった状態で過ごす。SCP-586JP、2SCP-586JP、A、2。7歳の女性。中国の、編集済み、出身。亜寒帯気候に見られる木造の住居のミニチュアが1棟のみ。ミニチュアには内部への開口部が存在しない。鎮静。ほとんどの時間をつくばった状態で過ごす。SCP-586JP、3SCP-586JP、A、3。10歳の男性。エジプトの、編集済み、出身。煙突を有する住居もした簡素なミニチュアが1棟、針葉樹のミニチュアが2本。実験による SCP-586JP、3の破壊に伴い活動を停止。SCP-586JP、4SCP-586JP、A、4。12歳の男性。アメリカの、州出身。様々な工具のミニチュアが散乱。
発見時、SCP-586-JP-4 のガラス面は破損しており、すでに活動停止状態であった。SCP-586-JP-5 SCP-586-JP-A-5 12歳の女性、アメリカの州出身。様々な工具のミニチュアが散乱。以前発見された SCP-586-JP よりガラス面が厚くなっている。人生、ほとんどの時間を横たわった状態で過ごすが、時折工具を用い力なく SCP-586-JP-5 のガラス面の破壊を試みる。SCP-586-JP-6 SCP-586-JP-A-6 9歳の男性、日本の県出身。北極熊と同一の外見を有する小型の活動的な個体が一頭のみ。編集済み。発見ログ2010年1月8日、北海道の産地友から民間人より生きた人間の入ったスノーグローブについての通報があり、通報を傍受した財団エージェントにより SCP-586-JP-1 から3は回収されました。通報を行った民間人は事情聴取の後に記憶処理が施されています。また同年の4月5日、千葉県の編集済みの林あたるより、スノーグローブに収まった小人の死体についての通報があり、SCP-586-JP-4 の回収に至りました。以降、同年の7月10日には熊本県の編集済みから SCP-586-JP-5 が、10月24日には山形県の山中から SCP-586-JP-6 が回収されています。すべての SCP-586-JP は回収された当初、段ボールに内包された状態でした。これまでの発見においてすべての段ボールには油性マーカーで、廃棄、賞味期限切れ原文まま閉じ、と書かれた B5 コピー用紙が貼り付けられており、SCP-586-JP は不明な人物によって制作、廃棄されたものと推測されています。財団によりこれらの SCP-586-JP を廃棄したとされる人物の調査及び捜索が行われています。